最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、今日もね、時事ネタやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、新紙幣が出たということでですね、それについていろんなね、マカロンが届いておりますので、そんなね、何個にも分けてやってたらですね、まあ、大変なんで、今日はもう、ドカッとまとめてですね、紙幣についてですね、問い合わされたですね、質問とか、DM、マカロンに答えていきたいと思いますね。はい、ということで、今日もよろしくお願いします。加納様、ありがとうございます。先生、YouTube ゆっくりシリーズ見てたら、またわけのわからない予言がありました。ホビ族の大予言で、9つのうち、8つが当てはまっているとかで、2024年地球滅亡と、また新紙幣になるので、預金封鎖だの、ノストラダムスの大予言2024説だの、もうコリゴリです、ということでね。必ず、こういうの出てきますよね。僕も新紙幣が出るにあたってですね、もうスピ系とか、都市伝説系が絡んでくるのが分かってたので、メンバーシップ配信でもちょっと話しましたけどね、こういうのが来ますね。とにかく、トラストリテラシーを高く持ってですね、こういう、ゆっくりシリーズでも何でもいいんですけども、エンタメはエンタメとしてね、いいかもしれませんけども、下手に信じたりですね、するのはやめましょう。大損こきますからね。はい、ということで、加納様ありがとうございます。結構来てるんでね、マカロンサクサクやっていきたいと思います。関和弘様、ありがとうございます。いよいよ新紙幣発行が近づいてきました。新しい紙幣には新しい金運財布をという、キャッチフレーズでスピ業界が盛り上がっています。あ、そうなんですね。新しい住人、お札を呼び込むには新しい家、財布が必要なようです。脱スピのケンケン先生でさえ、今の財布新紙幣にサイズ合ってるのかと気にするくらいだから、変な財布を買っちゃう人が多いのでしょうね、ということでね。サイズは変わらないみたいですけどね。普通の財布やったらいいんですけどね。普通の、ブランドものね。例えばエルメスであるとか、バレックストラであるとかね。定番ですけど、ビトンとか。はい、そういうブランドものの財布とかをね、新札出たからこれを機に買ってみようやったら別にいいと思うんですけども、変なスピのね、スピチューバーとかが発売してるゴミみたいな財布にはお金を使うのやめましょうね。はい、どうせ買うんだったら、きちんとしたブランドものの方がいいです。というのは、リセールがね、はい、いいんですよね。僕は正直あんまりベタなメーカー好きくないんですよ。エルメス、ヴィトン、シャネルって定番メーカーですから、被っちゃうことも多いんでね、あんまり好きじゃないんですけども、正直ね、後のリセールのこと考えると、メジャーメーカーの財布を買ってた方がですね、得です。僕は昔ですね、人と被るのが嫌で、よくわからないメーカーの財布を買ったりですね、服も買ったり、あと大ダレ作ってもらったりとか、あとは改造ですね。アフターダイヤとか、そういうのですね、腕時計の改造とか、若い時はちょっと凝ってたことあるんですけども、そうするとね、全く売れなくなるんですよね。はい、売れないというか、二足三文とか買い取れませんとかなるので、もうそういうのだったらもう最初からですね、ベターなブランドものの財布を買うのが、どうせ買うならですよ、一番いいと思います。ただもうね、電子マネーの時代なので、もう財布とかこだわらなくても別にいいですけどね。僕ももうこだわってないですし、今後財布とか持たずに過ごそうかなと思ってます。ただたまにね、昨日、おとといかな。はい、重曹にできた洋食屋さんに行ってですね、新店舗でですね、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、現金払いしかなくてですね、普段こう、スマホとクレジットカードのみでね、外出すること多いんで、その時たまたま財布持ってたからよかったんですけども、危うくこう、無銭飲食になりかけましたから、いまだにですね、電子マネー対応してないとことかもありますからね。でも今後どん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 もうそういうの減っていってですね、はい、ほぼほぼ電子マネーとかでいけるような感じになると思うので、そこまで財布にお金を使わなくても僕はいいと思いますけどね。はい、関さんありがとうございます。次行きましょう。アイアンキバ様ありがとうございます。ケンケン先生こんにちは。来月から新札になるそうです。1万円は福沢諭吉から渋沢栄一へ、旧札の聖徳太子を忘れされてしまうのでしょうか、ということでね。そうですね、今からは渋沢栄一氏がモテモテですよね。今まではですね、イケてる女の子っていうか、ホステスさんとかキャバ嬢とかはですね、好きな男のタイプ、福沢諭吉って言ってましたけども、今後は渋沢栄一が日本で一番モテる男になるということですよね。しょうがないでしょうね。そうなってしまうとね、福沢諭吉は元イケメンですね。はい、なりますけども、これ今後は渋沢栄一が日本で最もモテる男性になるっていうのはもう確実です。はい、ということで、アイアンキバ様ありがとうございます。では次行きましょう。
はい、匿名希望様あります、来年行われる紙幣デザイン変更に備えて新図案札の製造が始まっています。そのため現行デザインお札の新規供給が減っていて銀行でピン札を入手するのが困難になっています。すでに一部銀行でピン札への交換枚数制限が行われています。ケンケン先生、50ギのピン札を多めに持っておきましょう。これだいぶ前のマカロンですよね。はい、新札のことなんですけども、確かにもうピン札とかが前の福沢諭吉にはもうほぼないかもしれませんね。まあ探したら 2,3 枚ぐらいあるかもしれませんけども、ピン札に変えるの忘れてましたね。もう新しい新札が出たんで前のピン札には交換してもらえないかもしれませんね。はい、匿名希望様ありがとうございます。では次行きましょう。結構いっぱい来てるんでね。ホイ様ありがとうございます。先生皆様こんにちは。いよいよ明日渋沢栄一の新一万円札が発行されますね。資本主義の父と呼ばれる反面、家には愛人が何人も同居した変な生活と息子さんがいたような、なぜそんな人が選ばれたのですか、やはりフリーメイソンですか、ということでね。確かにハローバイバイの関さんがいつも言うようにですね、なんか選ばれる人はフリーメイソンみたいな感じのね、まあ都市伝説がありますけど、まあ都市伝説聞かれてたんでね、後で少しだけまとめてみましたんで、それはねまた後ほど話させていただきたいと思います。ホイ様ありがとうございます。次行きましょう。栄一渋沢各働き様ありがとうございます。新札発行されますがまた都市伝説会話が騒ぎます。そういった嘘をまた先生が暴いてくださいね、ということでね。どういったのが出るか、まあ予測をねちょっとして後で都市伝説の話をしたいと思います。栄一渋沢各働き様ありがとうございます。次行きましょう。いっぱい来てるんですよね。匿名希望様、新紙幣に変わりますがそれらの都市伝説なんかは全部嘘ですよね、解説お願いします。まあさっきのねマカロンの方とほぼ同じですね。匿名希望様ありがとうございます。はい、次いきますね。これ最後です。マカロンのおさんいつもありがとうございます。ケンケン先生おはようございます。本日日本は新紙幣が、登場します。それにより詐欺が横行すると言われていますが、どのようなやり方が考えられますか。詐欺被害対策のプロであります先生が注意喚起してください、よろしくお願いします、ということで、まあこっちの方が大事ですよね。はい、もう都市伝説とかまあどうでもいいんですよ。はい、あろうがなかろうがですね、まあ所詮はエンタメの話ですからどうでもいいんですけども、こっちの詐欺は、実際に起こりそうなので、これは最後に話していきたいと思います。ではね、まずニュースから読んでいきましょう。はい、こちらですね。7月3日10時55分、昨日ですね、昨日のニュースです、歴史的瞬間、見慣れず新鮮、朝から行列、受け取り笑顔、20年ぶりの新紙幣ということでね、まあこういうニュースになってますけども、ちょっと読んでいきましょうか。新紙幣発行初日の3日、新一万円札の顔となった渋沢栄一ゆかりの地などでは新札を求めて人々が朝から列を作ったと。まあまあ好き者ですね。まあそのうち誰にでも渡るもんなんですけど、まあ新しいもの好きがいるんでしょう。20年ぶりに一新された紙幣を手にした人は歴史的瞬間に立ち会えた、見慣れず新鮮と笑顔で話した、平和です。渋沢は約200年前、埼玉県深谷市で生まれた。埼玉りそな銀行埼玉営業部では午前10時から両替がスタート、7時半から並び ATM 両替に一番乗りした同市内の大学2年の男性は、歴史的瞬間に立ち会えて嬉しい、電子決済も利用するが流通した自販機でぜひ使いたいと語った。偽造防止用3次元ホログラムについては、紙幣を動かすと肖像の顔が迫ってくるようだと驚いた様子だった、すごいですね。浦和区の会社員は、見られなくて新鮮、外国のお札のような、確かにちょっと外国っぽいですよね今回のね。次男が慶応大に通ってるといい、大学創設者の福沢諭吉が1万円札から消え残念がっていたが、新札を見せたら喜ぶのやと微笑んだということですね。いいことですね。ここら辺はまあどうせ、まあ、そのうちね僕らの元にも渡ってくるでしょう。まあ、僕はあまり興味がないんで、もちろん銀行に並ぶなんてことはしてませんけども、はい、もう流通がそれになったらですね、各自おのおの手元に渡ると思います。はい、でね、まあ、都市伝説聞かれてたんで、一応ね、どういう都市伝説があるのかちょっとピックアップしてみました。まあ、たまにはこういうの回もいいでしょう。これですね、都市伝説、まあ、フリーメイソンの関与という、まあ、これはいつも関さんとかがねよく言いますから、ハローバイバイの関さんがね、やりすぎ都市伝説なんかで、ね、昔から言ってましたね。アンドリュー・ジャクソンとかね、まあ、アメリカの大統領とかわかるんですけども、渋沢栄一がねフリーメイソンのメンバーっていう証拠がねないみたいですよね。はい、ただまあ無理にでも作って誰かが言うかもしれませんね。キャッシュレス社会への移行ということで、新紙幣の発行はキャッシュレス社会を促進するため政府の陰謀であるということですね。まあこれはねどうか分かりませんけども、確かに一説にはですね、わざとダサく作ったと、今回のお札をね、みんなが電子マネーを使うようにですね。まあ確かに電子マネーにすると税務署とかがですね把握しやすくなりますから、チャンス預金とかできないものですから、はい、全部電子マネーに差したいというのはまあ少しはあるかもしれません、ね、都市伝説ではなくてね。あとはまあ預金封鎖の噂ですね。
はい、これは新紙幣発行のため言われてます。新紙幣の発行に伴い預金封鎖が行われると。預金封鎖は歴史的に極めて稀な措置であり、現在の経済状況でそのような計画はありませんということですね。まあよく言われてますけども、まあそういうことはないんじゃないかという話ですね。タンス預金の解放、古い紙幣が使えなくなるためタンス預金が解放される。まあまあこれはね、突然になることはありませんけども、まあタンス預金してた人はやっぱ徐々に変えるしかないみたいですね。あの僕の知り合いのですね、会長とかも本当にもうタンスに溢れんばかりの、はい、もうタンスにしまえないぐらい福沢諭吉があるって言ってましたけども、一気に変えるとね、怪しまれるんで、ちょこちょこ変えていこうかなみたいな話をしてましたね。まあ羨ましい限りです。北里柴三郎の選出理由、北里柴三郎が選ばれたのはウイルス兵器の実験場にするための陰謀という、まあこういうのあるんですよね。うん、まあここら辺はあんま関係ないんではないでしょうか。まあ都市伝説ってまあ無理やり作るもんですからね。これ5個あって、まだね、もうあとこれ後編ですね。6、渋沢栄一の国際的な影響、偽造防止の技術。まあこれはね、本当に、前からですね、僕が前動画で言いましたけども、あのホログラム、国税局とかはですね、ホログラムに反応する、機械を持っていますから、これ僕動画で言いましたよね。結構知らない人多かったと思うんですけども、だから脱税防止のためにホログラムは入れてますから、まあ偽造防止もありますけども、実はですね、脱税防止の方もある。金属探知機とかではね、お札反応しませんから、あのホログラムに反応するですね、機械をまあ国税局が持っていますね。はい、これは都市伝説も何でもなくですね、僕の知り合いの会長が実際にやられました。経済のデジタル化、実験常設、経済効果の疑問、まあ無理やりな都市伝説がいろいろありますけども、まあ、あまりここら辺はね、信用しないでください。例えばですね、一つだけね、見ていきましょう。これですね、バイロン千円札のね、野口英世顔を半分にですね、折るとですね、こっちの顔と違った顔が、右半分の顔、違った顔が現れるみたいなね、なんかそういう都市伝説っていうのかな、なんかありましたけども、まあだからどうやねんって話ですよね。なんかもっともらしいこと言ってましたけど、あとはですね、お札に描かれている山を透かしたらですね、その山から目が見えるって言ってましたけども、まあ、あの富士山なのか市内山なのかなんか分かんないですよ。あ、まあそこら辺がなんか見えたからどうやねんって話でね、まあそう三角形に見えがフリーメイソンに見えるっていう話ですけども、まあそういうのってですね、あとはまあ1ドル札を飛行機の形に折ってみたいな 9.11 予言していたとかね、ああいうのは出てきますけどね、いろいろ。まあああいうのってね、実はそう作家さんがいるんですよね。いろんな折りたたみ方とか、はい、いろんな部分を線で結びつけたりとかしたらですね、いろいろ出てきますから、はい、そういうのには騙されないようにしましょうとか、まあエンタメの話だったらいいですよ。エンタメの内だったらいいですけども、だからどうしてんって話ですから、都市伝説はいつもね。だってこれもそうでしょ、野口英世の顔は右と左違うって、だからどうしたって話なんでね。あとはまあ詐欺ですね。詐欺に気をつけてほしいので、それだけちょっと注意勧告しておきますけども、やっぱりですね、まあ交換の詐欺とか手数料詐欺、そういうのが横行するかもしれませんね。特にお年寄りとかは嘘をつかれてですね、前のお札が使えなくなったんでね、この紙幣に交換しましょうとか、まあそういうのにお金取られたりとかは多分出てくると思います。家に来たりとか、銀行員とかね、なんかそういう人の名刺とかを作って、はい、あの家に来たりとかしてですね、一回預けてくださいと、新しいね、新紙幣に変えてきますよみたいな感じで、お金取られたりとか、まあいろんな詐欺思いつく人、なかなかね、詐欺師っていうのはアイデアマンですから、はい、いろんな詐欺が思いつきますけども、対処法は簡単でですね、まあお金を渡さない、クレジットカードを渡さない、はい、そういうのを信用しないっていうのが一番ですね。先ほどのニュースにもありましたように、新紙幣は新鮮だっていう風にね、思って、まあ確かに慣れてませんから、そういうのに気をつけてほしいと思いますね。まあ必ずそういう詐欺は出てくるのは間違いないと思います。はい、ということで、今日も行きましょう。今日のアホコメ。はい、ということでね、今日のアホコメですね、実はですね、初、ツイッター X からですね、昨日の X 夜頃ですね、こんなんがありました。マキさんですね、いつも本当ね、ありがたいことに脱スピの活動を一緒に頑張ってくれてる方です。で、マキさんがね、僕のチャンネルとかをね、紹介してくれたんで、皆さんもね、マキさん脱スピのね、活動頑張ってるんで、ツイッターとか X ね、やってる人はぜひフォローしてあげてくださいね。僕とかマキさん側はね、脱スピが全く儲かりませんから、善意というかですね、かっこよく言うと正義感でね、やってるので、スピ側はね、砂利打ったりとか、陰陽師のスクール750万とか、
撮ったり儲かりますけど、脱スピ側はね、あの儲からずに活動してますから、ぜひね、ツイッターのフォローの協力とかをね、フォローとかリポスト、あとはまあいいねとかね、そういう協力をしてあげてください。まあ僕もちゃんといいねを押してます。でこれにね、まあ僕のことをね、マキさんが紹介してくれたんですけど、これについてアホコメが面白かったんで紹介したいと思います。これですね、この人がなんか、ケンケンも行き過ぎなところはある。情報は確かだがスピ系を否定しすぎる。確かにほぼ偽物しかないから仕方がないが、多分本物を見たことがないのだろうということでね、出たーっていうね、アホのお花畑ビーソーの得意技の本物でございます。で僕ですね、一応ねこう書かれたんで返信したんですよ、この人にね、 7% 悟空さん、楽風さんに本物を見せてくださいと。はい、あの見たことないんで、ぜひ本物見せてくださいっていう風にね、レス送ったんですよ。一説にはですね、ジェームス・ランディの財団がね、アメージングチャレンジの残りがみたいなのがあって、本物を連れていけばですね100万ドルもらえるっていう話もあるのでね、はい、ぜひ本物紹介してくださいってね、この人にレスしたんですよ。そしたらそのレスが来ました。はい、死んでからわかりますよ、自覚があることにっていうことでね、非常にこうしょうもない逃げですよね。お前生きとるやないかいと。はい、なんでお前がまず死んでから確認しろって話なんですけども、こういうねしょうもないレスしかできないんだったらですね、もう本物とか言わないでほしいですよね。とにかくですね、アホのやつは本物本物と言ってくるんですよ。そして最終的にこの逃げでね、うちのフォロワーさんとかに非常にこうバカにされてましたね。はい、もうこの逃げはしょうもないなと思いましたね。なんて書くかなとちょっと楽しみにしてたんですよ。はい、本物は紹介できませんとかね、こういろんな人が相談に殺到するから紹介できませんとか、なんかそういうこと来るかなと思ったら、まさかの死んでから分かりますよっていう、うん、まずお前が死んでないやないかいとね、突っ込みたくなりました。はい、だからもうこういうねしょうもないね返ししかできないんだったら、もう最初から本物がいるとか言わないでください。そして本物って何ですか。はい、恥ずかしいですね。こういう人がお花畑ビーソーなんで、新紙幣詐欺とかにねがっつりハマりそうです。トラストリテラシーは低いですからね。あ、だからまあ、人の振り見て我が振り直せるじゃないですけども、皆さんもね新紙幣になりました。ですので、まあ、いろいろ悪いこと考えるやつが残念ながらいますからね、気をつけてくださいと。とにかく何でもすぐ信じないように、お金をね預けたりとか渡したりとかしないように絶対にしてください。はい、ということでね、今日は新紙幣について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設していますので、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。